藤田の彦は、日本の政治家。民主党所属の元衆議院議員。上越市出身。新潟県立高田高等学校を卒業後、一浪した、後、東京大学に進学。法学部卒業後はソニーに入社し、ソニーとエリクソンによる合弁会社設立の法務実務担当を務める。その後、ビットワレット株式会社に出向し、電子マネー、エディの立ち上げに参画。 世界初となったお財布形態への電子マネー搭載ビジネス担当責任者として事業の推進を行い電子マネーに関するビジネスモデル特許を筆頭初秋人として6本取得2005年9月の衆議院選挙のボランティアをしたことがきっかけで政治に興味を抱く2006年9月民主党の国会議員公募で合格し参議院議員選挙のボランティアも経て 2007年12月18日に民主党東京4区総支部長に就任。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で民主党公認候補として東京を4区から立候補し、自由民主党の平正明を6484票差で破り初当選した。2010年民主党東京都連においては、政調会副会長、常任幹事、 および民主党大学東京副学長などを務める。党本部においては、IT のスペシャリストとして、参議院選挙のホームページ戦略に関わり、広報委員会副委員長を務め、現在は広報委員長補佐として、党の広報インターネット性放送番組、スタジオ民主ナーのアンカーマンを務める。2010年に行われた2回の代表選においては、 菅直人を支持し、選対本部メンバーに加わる。代表選後は、政調会長補佐に就任。また、事業仕分け、第3弾の、再仕分けグループ B の主査として、長妻昭らとと共に、再仕分けの責任者となる。社会保障と税の共通番号制度の法案、取りまとめ担当者。民主党日号議連の役員として、日号 EPA の推進に尽力し、 ジュリア・ギラードと信仰があり、オーストラリアとのパイプを持つ、政調会長補佐、広報委員長補佐、幹事長補佐を歴任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、前回下した平らに敗れ、比例復活もならず落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも、平らに敗れ、比例復活もならず落選した。 2015年9月14日、自身の Facebook にて民主党東京都第四区総支部長を退任し、政治の世界からも一旦身を引くことを表明した。その後、不動産業、行政書士事務所を開設。ありがとうございます。